なんとね、走行距離が2万キロ切ってると、まあ許容範囲じゃないですかね。ありますよね。だいぶちょっとファミコン感がビデオ、昔ながらのビデオインプットできるぞ。雑味たっぷりはい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィットハイブリッドです。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。はい、出ましたフィット2ですね。こちらフィット2、もうね2世代前になるんですが、ちゃんとねこれハイブリッドなんですよ。ちょっとこれ情報だけ、なんとね走行距離が2万キロ切ってると。年式はね平成22年式になるんですが、車検の方がね令和3年の11月11日までついております。あ、しかもね50万で、今回販売されておりますね。ワンオーナー車で、1.3 リッタープラスモーターというものになりますね。ではちょっと詳しく見ていきましょう。いやフィット2ですよ、フィット2 いやこの大きなね目がかっこいいですよね。かっこいいというかかわいいというか、まあねフィット4ですよね、今度新しく出た、フィットにちょっとデザインが似てますよね。でこれねフロントマスクが若干これほらブルーっぽいねメタリックになってるんですよね。ハイブリッドカーを意識したかのようなデザインになってます。そんなにねパッと見ね今大きな傷は見当たりません。あ、この辺ちょっとこすっとるな。こんなん全然やわ、全然 OK やわ。あ、この辺もちょっと、まあ、こんなんなんかワックスで消えそう。あ、そうそう、結構ね、ボディの痛みより、こういうプラスチックのところね、古い車って、白っぽくなってくるんですけど、まあ、若干白いかな。で、ヘッドライトのくすみもちょっと気になるところですが、まあね、まあ、許容範囲じゃないですかね。若干、これもね、なんかくすみ取りでね、なんか磨いたら綺麗になるみたいなんで、まあ、その辺ご自身でやってくださいね。いや、これ50万いいな、これ。横から見たら、こんな感じです。いやー、フィットらしいね。シルエットしてますよね。当たり前か。でもこれね、第一世代から第二世代に変わって、すごいね、なんか進歩したなと。デザイン的にもね、なんか良くなったなと思いました。当時出た頃。ちょっと気になるタイヤね。これ、鉄筋です。鉄筋に、ホイールキャップなんですが、タイヤの溝、九分山ぐらいあるぞ。これ全然走れるわ。ダンロップの、エナセーブ。エコタイヤね。あ、これ泥跳ねのやつついてますわ。うん、まあ、この辺、ちょっとドアノブのあたり、どうしてもこれね、傷がつくんですよね。まあ、これもなんかワックスとかで消えそうやけど、そんなレベルです。こことかね。後ろから見たら、こんな感じです。いやー、ハイブリッドか、意識してるわ。この時代ね、こういう透明のデザインが流行りましたよね。最近こういうクリアのちょっと少なくはなってきましたが、うん、ハイブリッド感醸し出しとるよ。で、こちらね、ホンダカーズ花園店さんでね、買ったみたいですね。あ、ドライブレコーダーがついてるみたいですね。後でちょっと見てみましょう。ほら、買った時にね、このワックス、ノーワックスって書いてますね。コーティングしてたみたいですね。せやけど、もうそのコーティングの効果はさすがにもう残ってないと思いますが。まあ、綺麗に大事に乗ってたんじゃないですかね。あ、この、後ろも、この泥跳ねがついてていいな。タイヤは全然、後ろのタイヤも溝はあります。と、中開けてみますね。わぁ。フィット、あ、こういうのついてるんや。私のフィットこんなんついてないけどな。あ、ドラレコ、これがついてるんか。後ろも映せるドライブレコーダーが、これドラレコね、後ろの。ちゃんとセッティングされてます。ではちょっと内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おー、内装はねこんな感じです。フィット2ってこんなんやったんやあ、なんか丸い、あ、そうそう、こういうね小さい液晶とかね、当時そう思い出してきた、こんなんいいなと思ってたんですよ。ちょっと暑いからエンジンかけさせてください。鍵こんなんなんですね。もうパワーボタンがないやつですね。
ナビ完備です。こんなあ、ちょっと確かにちょっとドットの当時の雰囲気ちょっと醸し出しますね。あーでもちょっとこれ、あ違う違う、色褪せてるんかな思ったら違うわ。これこういうゴールドのインパネなんですね。ハンドルはこれ樹脂ですね。あ、じゃあ革か、いや樹脂か、樹脂やけどもうちょっと革っぽい感じやな。 IMA ですよ、 IMA インテリジェントモーターアシストですよ。モーターでアシストするんですよ。あ結構ボタン類がね、これクルーズがついてるんや。ほらクルーズ、これねスピード設定あの固定ですよね。例えば80キロであの固定してそのままアクセル外しても、進むというやつですね。あ電話ダイレクト発信、これ今温度設定ね、モード切り替えね、うん、オートついてるのいいよね。意外とこの昔の車ってねオートついてないやつがあるんでね。ボタン類も故障してるところはないですね。なさそうなさそう。これインターナビね、無料でねあのインターネット使えるんですよ。インターナビってって言っても今みたいなスマホみたいな扱いはできないですよ。天気予報とかねそういうのが分かる程度ですけど、インターナビがついてるよ。ホンダからのお知らせとか、あ交通情報ね、ほらこれ現在地周辺とかこういうのが聞けます。わあ、開くんや。 CD がいけます。はい、ライトチェック OK、ハザード OK。 おうっすらぼんやりついてますね。うっすらぼんやり、後ろもちょっとチェックしよう。ライトチェック OKOK。これねちゃんとハザードついてます。赤く光っとるよ。普通に乗れるやつや。あこういうところにスピーカーがついとるんやね。あこれかドライブレコーダー。この辺にちょっとだけ棚があるか。フィット4はまたこれに戻りましたよね。ドリンクホルダー、これはライトの調整、ビデオインプット、おおビデオ、昔ながらのビデオインプットできるぞ。でこれねサイドブレーキ、これほら昔のやつってねノック式なんですよね。これ便利いいですよね。ちょっと後ろ乗ります。シートの汚れもなく、ちょっと今シート倒してみました。そうよ、これねフルフラットになんね。なかなかねこれフラットにならない車多いですよね。これでねロックしたらほらめっちゃ広いんよ。ほらめっちゃ広い。では試乗の方を締めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によし、ホンダフィットハイブリッド、こちらね2台目のフィットに乗っておりますね。今ちょっとね軽く軽いっすよね。軽くというかね、このフィットってねやっぱ出だしがねいいですよね。これねあれ4世代目の今の最新のフィットありますよね。あれよりね出だしがいいです、正直言うと。僕は当時からフィットってこういう乗り味やったんやな。雑味たっぷり雑味たっぷり最高ね。あこれが限界か。シートもうちょっと下がってほしいですね。これねタンクがねガソリンタンクが、シート前の席の下にあるんですね。なので後部座席とかねすごい広く取れてます。荷物もいっぱい乗りますよね。そっか、もうちょっとシート下がってくれてもいいかな。なんかこう私ね座高が高いんでね、いや普通の方はこれちょうどいいと思うんですけど。おー、こんな乗り味か、フィット2。しかもハイブリッド初めて乗りますね。液晶がねやはりちょっと古い液晶なんで、昼間はねちょっとこれもうちょっとピカッと光ってほしいな。ちょっと薄暗いですね。これ調整できるんかな、どっかでできたらすいません。うん、今ちょっと走って思ったんですけどやっぱねいやまあ雑味がある車だなと。まあ初めて乗る方にはかなりおすすめかもしれないですね。車とはこういうもんだといきなりいいの乗るよりね、これ50万ですよ。50万でいいんじゃないですか、これから新生活の方ね、学生さんとかこれから社会人になってね、ちょっと車買おうかなどうしようかなと思う人はこれかなりおすすめですね。走る、結構ちゃんと走る。ほら
らほら、おー、加速いいね。これ S モードあんの、ひょっとして S っていうのがある、今発見した。ちょっと S レンジ、S ってなってる。変わってる、これ変わってる。ちょっと今のところちょっと分からない。変わってる感じがする。ちょっとレスポンスが良くなったような気がする。ちょっと普通のモードに戻しますね。これ今普通のモード、 S モード。あ、はいはい、ちょっとだけ、高速道路の乗り口とかでね、急な加速が必要な時はこれがいいかもしれないですね。パドルシフトとかね、まだこの時代はついてないんですよね。ハンドルちょっと重い。まだと重くしてんのかな。タイプ R に乗ってるかのようなシビックタイプ R ね、めっちゃハンドル重かったんですよ。こうタイヤが太いっていうのもあるんですけど、へえ、こういうハンドリングか。ああ、イーコンモードをするとやっぱだいぶアクセル踏み込む感じですね。まあでも普段ずっとこれで鳴らしてたらこれでもいいかなという感じはしますね。結構珍しいですね、このフィットでね。これぐらいの車だったら結構皆さんね乗り倒すんですけど、2万キロ切ってるって珍しいですよね。ちゃんとね真ん中に液晶がついてるんですよね。それでなんかアニメーションとか出てきます。ちゃんと充電してるよとか。はあ、やっぱこの辺の液晶がね、やっぱ今と違いますよね。だいぶちょっとファミコン感が昔のファミコン感ちょっとある。音声操作できんの。あ、これ音声ガイドついてる。ホンダカーズ花園店、ホンダカーズしませんやっぱこれ当時のナビ、ちょっと若干音声悪い。ここに行かない。ホンダカーズ大阪東花園店。なんや、ちょっとさすがにちょっとこれ音声ガイド使い物にならないですね。インサイトはね抜群でしたね。っていうか今2020年なんで、まあそれぐらい。音声は今すごい進化ですよね。スマートフォンもね進化、すごい音声入力ねスムーズに進むようになりましたね。フィット結構窓が大きくて車内暑くなるんですけど、こんだけクーラーちゃんと効くんだったらいいですよね。ほんともう夏死ぬからな、クーラーなかったらよし、ちょっと踏み込んでみよう。力強い。 1.3リッター、力強い。これね、ほとんど電気というよりね、なんかまあガソリンで動いてるっていう感じはしますが、まあこの当時のハイブリッドカーはね、特にホンダはねちょっと補助的な感じですよね。前のサスペンションの遊びがちょっと、こんなもんなんかな、当時の車って結構ちょっとバタつくかな。まあでも新しい車ってよくできてるんですね。その辺のね、改良とか積み重ねて今のフィット4になったということですよね。もう今のフィット4ってね、もう高級車の仲間入りですよね、もうまあでも、車がね、あるとないとではえらい違いですからね。安く調子のいい車乗りたいと思う方はこのフィット2の、ハイブリッド、50万で買えますのでおすすめでございます。はい、いかがでしたかね、ホンダフィットハイブリッド、50万だったら買いだと思いますね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでフィットハイブリッドの中古販売でした。じゃあね、バーイッシュ。